不一致な、不整合な指示などが出ていればです、ね、当然、担当課に問い合わせ等が来るわけであります、そういったのは一切来ていません、場合によっては、我々も内部通報のメカニズムがありますから、そういった違った指示が出てますよということも出てくるはずですが、そういったものは全くありません。個別発言はは記録する必要がないといとう指示は 公文書管理に関する政府の新たなガイドラインを経産省内に周知する内部文書に書き込まれていました森友かけ問題を受けて政府は新たなガイドラインで政策立案などに影響を与える記録を残し情報公開することを求めています しかし、個別発言の記録を残さないことで後々、政策の決定過程を検証できなくなるという懸念が広がっています。